こんにちは、もかです。今日はダイソーのモールドを使って鳥を作ります。鳥が何かを持って運んでいるように作りたかったので、鳥の下にビーズをつけました。はい、鳥のストラップができました。今回鳥が何かを持っているような感じに作りたかったので、ビーズを下につけたんですけれども、ヒートンとビーズの間に丸カンをつけようと思ったら、ちょっと長さが出てしまって、あんまり持っているような感じに見えなかったので、ヒートンに直接つけました。こっち側は薄いブルーを多めにしたんですけど、裏側は濃い青がメインになるような感じにしてみました。それで本来こっちが表なので、羽の上の方がちょっとぷっくりしていて立体的になっています。で、私が表にしたかった方は裏側なので平らだったので、こっちも羽の上側を少しふっくらさせてみました。それからヒートンなんですけど、今回何にも考えずにネジ式のヒートンを使っちゃったんですね。ネジ式のヒートンはネジの螺旋がある分ちょっと太いので目立っちゃいますね。やっぱりこういう色が入ってないものだったり、色が入ってても透明に近いようなものには
ネジがついてないヒートンかキューピンを使った方が良かったかなと思いました。はい、では今日はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。